祭りの食事。大鍋から直に食べる。大鍋での調理セネガル料理はアフリカ大陸西岸の国家セネガルの料理である。元来この地に居住していたボロフ族の食文化が11世紀に定着したイスラム教の影響を受け、大航海時代以降はヨーロッパ諸国も加わった。特に1960年までこの地を植民地としていたフランスの影響は大きく。 魚をファルシにする調理法などに名残を見ることができる。これら各地の食文化を受け継いだセネガル料理は、アフリカでも特に洗練されていると言われ、世界各国にセネガル料理専門店がある。乾燥地帯では、もろこしやトウジ人ビエ、ホニオを原料としたッタイコ粉やクスクス、うがりのようなユネリコが主食とされ、新鮮な牛乳や肉の煮込み汁を添えて食べる。一方、 年間降水量が1500ミリにも達するカザマンス。地方では、古くから稲が栽培され、居住する、ジョラ族は米に依存した食生活を送っている。炊いた飯に、カワウオの煮込み汁をかけて食する。ジョラ語で、糖は、カンマーの、もみは、バトージャール、ベイは、ジャチョプ、飯は、シナングといい、すべて、ライスで統一する英語と異なり、稲作に対する思い入れが伺える。 現在では、年間降水量500ミリ程度の首都、ダカールでも米食は広まっているが、その需要に応えるべく、タイやパキスタンから、インディカ米が輸入されている。インディカ米は、粒が長いため、輸送途中で砕けやすいが、この、砕け米は、大量の油やスープと共に炊き、手で食するセネガル料理における米利用法と相性が、良い。そのため、現地では、 粒揃いの米よりも砕け前が高値で取引されており、完全な粒の米をわざわざ砕いて売るレースらある。米は湯を沸かした鍋の上に、ザルや金属製の古式を仕掛けて蒸した後、湯やスープに入れて炊き上げる。米料理の代表例がチェブジェンである。フランスの影響で現在ではパンも好まれている。ダンガナと呼ばれる朝食専門の屋台では、 フランス時期伝のバゲットの薄切りとインスタントコーヒーが日本円で20円ほどで供されている。大西洋で水揚げされるマグロ、メカジキ、シマアジ、マットウダイなどの魚、海岸のマングローブ地帯に住むロブスターがセネガル料理の素材である。特にシン化の魚、ヤーボイは煮込み料理や炊き込み飯の材料にされるほか、ケチャという食品に加工され、 魚醤のように料理の味付けに使用される。家畜の肉としては、鶏肉、洋肉、牛肉、山洋肉がポピュラーであるが、国民の大部分がイスラム教徒のため、豚肉は使用されない。農業生産物としては、米やクスクス以外に、落花生、さつまいもレンズ豆、マニオク、さらにキャベツ、ナス、カボチャが使用され、肉や魚ともに煮込んで、米飯やクスクス。 パンと共に食される。トマトは最も人気のある野菜である。その他、バオバブの実、マンゴー、オレンジ、グレープフルーツ、さらに、コートジボワールから輸入されたバナナやパイナップルなど、様々な果物類が、デザートに供される。ネテトゥ味噌のように味付けに使うマギーのブイヨニアソースの、使用が浸透している塩、胡椒、唐辛子のか、タマリンドが使用される。 アフリカ独特のものとしては、豆か植物の実を茹でて発酵させた納豆のような、食品、ネテトゥ、魚の干物、ケチャ、そして巻き貝の干物、イエットが挙げられる。ケチャやイエットは独特の周期を発するが、これが、セネガル人にとっては強襲に移るという。しかし、日本人にとっての納豆と同じく、臭みのせいでイエットを嫌う、セネガル人も多い。なお、近年では、 煮込み料理や炊き込み飯を作る際、固形ブイヨンの使用が浸透している。チェブジェンチェブヤッププレヤスサセネガル料理は主に、ベンナチンとニャーリチンに分類される。それぞれ、鍋一つで作れる食事、鍋二つで作れる食事の意で、前者は炊き込み飯、雑炊、後者はご飯と味噌汁、ご飯とおかず、カレーライスをイメージすればわかりやすい。ベンナチンには、 以下の例がある。ニャーリチンには以下の例がある。その他様々な料理。味付け、魚、鶏肉、洋肉や牛肉のトマトとピーナッツバター醤油で野菜で調理したもの。人気のガゼルビール紅茶、コーヒーが引用されている。サバンナ地帯の村では夜間で煮出したりおく茶に大量の砂糖を入れて飲む。西アフリカ特有の嗜好品、コーラのみも。 盛んに使用される。雨量が豊かで油やしが自生している地方では、ヤシ種,種が愛飲されている。ヤシの大木の先端から伸びる花の軸を切り、切り口に氷炭を当てがい、滴る汁を受ける。中で自然に発酵して、酒になる。しかしセネガルはイスラム教国であるため、法律で禁じられていないものの飲酒ははばかれる、行為である。酒好きは、薪と呼ばれる食堂に出入りする。 巻はフランス語で、やぶ、茂みを意味する巻から派生した言葉で、アジトといった意味合いの秘密食堂。コートジボワールにも同じ名のレストランがある。ここでは、ビールやウイスキーを大っぴらに飲める。床にご座を敷き、男女別の大皿に料理を盛り付ける。その周囲に、男女別に家族が陣取るが、課長のみがあぐらをかき、それ以外のものは、縦膝で座る。燃焼のものは、座る。 さえの床面積が広くてはいけない。課長が、愛茶と、一声かけて食事が始まる。改まった席では、イスラムの祈りの文句、ビスミッラと唱え、家族もそれにわす。しかし食事に入る特口を聞かず、味に関する論評もしない。食事は、基本的に手食であるが、左手は、一切使われない。大きな肉をちぎるなど、 片手のみでの作業が難しい場合は同席者の右手を借りる。都市部では20世紀後半からスプーンの仕様が広まったが、右手のみの仕様は変わらない。課長は食事の終盤に、魚の頭や肉が残った背骨など、特別味わいがある部分をしゃぶる特権がある。これは客人にも勧めない。食事が終わり、皆が手を洗ったところで、コップの水を回し飲みして口直しする。 小さな子供以外は、食事中に汚れた手で水を飲むことははばかられる。ありがとうございます。